演武開演。どうも、本日はこちら、焼きあごを食べてみたいと思います。まあ、あごといっても、まあ、ここにありますけど、で違うよね。あごだしっていうのは聞いたことありますけど、あごってこんな魚なんですね。実物を見たのは初めてです。これ、お鍋に入れたらいいだし取れるのかな。さーて、中は、やっぱり小さいね。風呂が中心ですね。では、いただきます。お味噌汁とかに合いそうですね。だしに使われることもあるがゆえなのか、結構淡白な味わいですね。噛み応えはあって、魚というよりはスルメに近いかなといった印象でした。ただもうちょっと味が欲しかった気もしますので、こちらの点数とさせていただきました。それでは、初中見舞い少年かな、高角度。どういう風に書いたんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。